最初から英語できたんでしょとか、帰国子女なんでしょとか、いろいろ思うと思うんですけど、最初は英語できたんですか？全然英語できなくてですね、はい、はい、武田塾チャンネル。皆さんこんにちは、武田塾教務の高田です。武田塾田無高校社長の伊関です。伊関先生、はい、伊関先生、これまで武田塾チャンネル何度か出演してもらったじゃないですか、はい、で英語の質問、これからどんどん伊関先生と、一緒に定期的に、答えていきたいなと思うんですけども、はい、まずこう伊関先生が最初英語苦手やったわけじゃないですか。でもそこから勉強して英語がすごく得意になったわけじゃないですか、この話って結構受験生のみんなに勇気与えるんじゃないかなと思ったんですよね、はい、それで今日ちょっと伊関先生のこれまでの経歴っていうところをこう一緒に振り返りながら、あ、英語ってこんなに成績上がるんだと、ちゃんとやれば伸びるんだっていうイメージを持ってもらいたくて、はい、ちょっと一緒に伊関先生の経歴振り返る会にしたいんですけど。ありがとうございます。お話聞かせてもらってもいいですか？はい、よろしくお願いします。はい、はい、伊関先生の今の英語力、はいはい、こうみんなに伝えてほしいなと思うんですけど、うん、自分で言うのちょっと恥ずかしいいや、TOEIC受けたんですよね、この前。そうですね、この前受験して、はいはいはい、スコアがどうだったんですか？スコアは990。いや、満点ですよね。証明書を今日持ってきました。おお、あ、これがガチですね。あ、本当だ、990ってなってる。はい、なんか他にもありますよね、英語の資格系の試験でいうと英検とか。そうですね、英検1級はちょっと前に取得したものになるんですけど、一応本日持ってきました。英検1級、はい、一番上ですね。1級ですね。え、なんで英語力でいうと、まあ、ネイティブにちょっと近づいてきてるかなって感じですかね、はい、日本生まれ日本育ちで、はい、ちょっと留学は行ってましたけども。そうですね、ネイティブレベルまで近づいてきてると。すごいですね。じゃあ普通受験生のみんなは、うん、いや伊関先生最初から英語できたんでしょとか、帰国子女なんでしょとか、いろいろ思うと思うんですけど、最初は英語できたんですか？全然英語できなくてですね、はい、はい、まあ僕実は中学校の時とかも本当に英語が一番苦手で、はい、英検4級、はいはいはい、多分中学校 2,3 年って受かると思うんですけど、そうですよね、3年生の時とかに受けても落ちちゃったぐらい、英語はもう本当にちんぷんかんぷんっていう感じでしたね。前の動画で、うん、あの受験生の時偏差値31だったみたいな。そうですね、はい、話があったぐらい、はい、勉強はどうだったんですか、高校生の頃は。いや、勉強高校生の時ほとんどしてないですね、はいはいはい、1,2 年生の時はもうほとんど勉強できないっていうよりか、もうまずそもそもしてないっていう、うん、状態で、もう勉強法とかも何もわからないっていう感じでしたね。なんかセンターの点数、うん、過去問とかマーク模試ですかね、はいはい、とかだったら英語って200点中何点ぐらいやりますか？200点中よくて80点後半とかで180じゃなく200点中80って。そうですね、200点中80ぐらい多分がマックスで、はいはいはい、悪いと70とか60とかだったんじゃないかなって感じですね。リスニングは結構聞けたりとかしたんですか？いや、それももう全然ダメでしたね。あ、聞き取れない。聞き取れないからもう、うん、まあ勘で、まあ、マークして寝るみたいな感じですかね。本当に全然できませんでしたね。じゃあもう本当に武田塾チャンネル見てる英語苦手な子みたいな、うんうん、むしろそれよりもできないぐらいな、はいはい、そんなイメージですか？いや、そうだと思います、はい、でそこから英語がね、今めちゃくちゃ得意になったってことだと思うんですけど、はい、ターニングポイントとかありました？ターニングポイントはもう確実に武田塾に入塾したっていうことだと思いますね。ちょっといやらしくなりますね。いやいやいや、本当にもうそれは間違いないですね。あ、そうですね、はい、やっぱり基礎をこう、なんですかね、自分にも分かるっていうレベルから固めていったことで、しっかり英語力が伸びていったんじゃないかなと思います、はい、うんうんうん、武田塾通って受験で合格したのが、うん、明治大学商学部に現役で合格しました。なんかまあ偏差値でいうと、まあ大体60とか60中盤ぐらいですね。そうですね、だから偏差値30ぐらい、うんうん、受験の時に一気に上げたよと、はいはい、まあ、ここまでは結構逆転合格の話で、はい、武田塾でもよくある話じゃよくある話じゃないですか、うんうん、そうですね、で、まあ、受験勉強頑張って、はい、大学受験の英語はできるようになったと、うん、でその時点でなんか英語の資格とかも受けたんですか？はい、多分大学入学してすぐこうクラス分けの英語テストが TOEIC であるんですよ、はい、でその TOEIC の点数が630とか、はい、それぐらいでしたね。周りの名大生と比べてどうだったんですか？はいはい、で内部進学してる子とかは200から400点ぐらいだと思うんで、はいはいはい、受験で入ってる子たちは500点ぐらいの子が多かった気がしますね、はい、でも得意な子
だと700点台の子もちらほらいたりとか、はい、ちょっとできる、まあ、ちょっと英語できるぐらいの英語の大学生みたいな、はい、そうですね、英語が得意な子みたいな感じですかね。じゃあまだ覚醒はしてないですね。まあそうですね、まだまだ普通の日本人レベルですね。じゃあ次のターニングポイントはいつやったんですか。イメージの 1,2 年生の期間をかけて英語力をこう伸ばしていった感じがするんで、はいはいはい、まあ、その2年間ですかね、はい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 、留学を目指して、はい、まあ、勉強していて、はいはい、明治の英会話サークルに入ったんですね。はい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 、ある意味それがターニングポイントかもしれないですね。でそこから毎日、まあ、2時間くらいは多分英語勉強時間を取ってやってました。はい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 、あ、なるほど、2時間英語の勉強を大学入ってからも続けていったわけですね。じゃあそれで2年後ぐらいにはどんな感じになってたんですか。と2年後には英検1級にも合格して、はい、で TOEIC が930点、はい、留学前ですね、はいはいはい、これは大学2年生の終わりぐらい、2年の終わりですね。そこで伊勢先生は決断したわけですよね、はい、明治大学を大学すると、はい、そしてさらに海外の大学に進学すると。イギリスでしたっけ、はい、イーストアングリア大学です、ね、イーストアングリア大学に、はい、海外の大学に飛び込んだわけですよね。そうですね。であとはトーフルが必要だったんで、はい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 、トーフルが90点、120点満点です。120点満点か、はい、でかなりハイレベルなんですね、90点ってことは。まあそうですね、大学留学するのに必要なスコアが60点って言われてて、アメリカの大学だと60点、はいはい、で大学院が80点なんで、はいはいはい、まあ、それよりはちょっと上かなって感じの90点、うん、この2年間結構すごかったんですね。英語と向き合った2年やったんですね。そうですね、なるほどなるほど。なんか1個だけ、はい、その伸びたコツとかありますか。伸びたコツは、はい、英検を受けたことだと思うんですよね、はあはあ、僕本当になんか意志力ありそうでない人間で、締め切り期限とかがないと全然仕事しないタイプなんですよね。勉強しないタイプなんですよ、はい、あの英検を逆に受けることによって、うん、あ、もう英検この日あるから勉強しなきゃっていう風にモチベーションを上げて勉強してました、うんうん、まあ、その2年間英語としっかり向き合って海外の大学進学して、うん、さらに伸びた時期とかあるんですか。大学3年間イギリスに行っていたんですけど、はいはい、大学1年目が一番英語力伸びましたね。うーん、はい、これまで結構 TOEFL とか英検ってどちらかというとアメリカ英語なんで、はい、イギリス英語じゃないんですよね、うんうん、イギリスに行った時に、え、全然発音違うじゃんとか、うん、イギリスの訛りとかがあったりして、それに慣れるのに結構苦労しました。多分半年ぐらいは講義の内容が半分から、うん、半分ちょいぐらいしか分かんなかった。半年後ぐらいからもう 95% ぐらいもう一発で聞いて講義の内容を理解できるぐらい、で残り 5% ぐらいはまあちょっと知らない英単語だったり専門用語だったりでちょっと覚えておけばまあ分かるかなっていう感じにはなりましたね。やっぱり毎日もそれこそ24時間英語に囲まれて生活するわけじゃないですか。で考える時も英語になってくるんですよね。今まで日本にいた時は日本語の方が多かったんで、日本語で考えて英語で話すみたいなのが多かったんですけど、半年ぐらいでやっぱ英語で考えて英語で話してる状態みたいな感じになってたと思います。で、はい、TOEIC 990取ったのはいつですか。990取ったのはついこの前。取れるだけの実力はあったけど取ってなか受けてなかったみたいな。武田塾入るまでちょっと自分、はい、全く教育業界ではなかったんで、はいはいはい、帰国した時に985点1回取得して、はい、満点取れる実力あるけどもうあと集中力とかもう誤差だよなとは思ってたんで、まあ、別に取らなくてもいいかなと思って受験はしてなかったって感じ。最初全然できなかったわけじゃないですか。それから英語できるようになって得したなって思うこととか、なんか世界変わったなって思うことなんかありますか。結構海外ドラマとかやっぱ映画見るときに、字幕なしでも見れるっていうのは楽しいですよね。はいはい、とかやっぱ情報を探したりするときに日本語でも探した後に、まあ、英語でも探してみようかなって英語で、まあ、英語で論文とか書いてたんで英語で検索して英語の情報も入手できたりするんで、あと友達できたりとか、はい、大学の、あの仕事してるときとか役立ちました、うん、英語できるっていうのは、はい、新卒で入った会社が、まあ、はい、レイカレントコンサルティングっていう、はい、あの日本のコンサルティングファームだったんですけど、うんうんうん、めちゃめちゃいい会社です、はい、結構大手企業とか、はい、あと外資系企業とかのコンサルをしてる会社なんですよ。で普通新卒で入ったらいきなりこう、ね、大きな案件のプレゼンだったり、うんうん、役員さんと話したりとかってないんですけど、うんうん、あのマネージャーの通訳だったりとか、うんうん、あのパートナーの通訳を僕がするっていうことがあって、うんうん、英語ができるから普通の新人、はい、1年目には任せられないような仕事を僕が通訳することで同じレベルでこうできてたみたいな、チャンスが回ってきたんです。そうですね、自分よりレベル高い人と一緒にいられる時間が多かったんで、それはすごい得だと思いますね。めちゃめちゃいい話ですね、はい、なるほど。じゃあここまで、まあ、伊勢先生の
英語の力の変遷をこう辿っていたわけですけども、高校時代でも受験生時代でもありますし、大学時代でも伸びたし、海外の大学行ったら行ったでぶつかって、でもその中で英語力伸ばしていってすごくこう役立ったことがたくさんあると。じゃあ今武田塾チャンネル見てる英語苦手な受験生、なんかメッセージとかありますか？女僕でもできたので、はい、本当に誰でも英語ってできるようになると思っています。英語勉強するコツはもう英語の勉強法をしっかり正しい方法に直すっていうことなんですよね。でそれさえできて、あと時間が確保できたら絶対誰でもできるようになるんで、はい、正しい英語の勉強法を知らない人はまず武田塾チャンネルで学んでもらって、でその後自学自習で進めていけば誰でもできるようになるんじゃないかなと思います。誰でもできるんですね。英検4級5級ぐらい受かる子になったらほぼ全員できるようになると思うので。いや僕も、はい、一番最初、センター試験の過去問とか解いた時に、いやこんなん読み終わるわけないじゃんとか、リスニングとか聞いた時にこんなん全然聞き取れないよと、自分はもう英語できない人間なんだって思ったんですよ。で多分同じように武田塾チャンネル見てるみんなも英語もう一生できないんじゃないかみたいな、思う人たくさんいると思うんですよ、はい、英語の勉強方法は武田塾チャンネルでこれからもたくさん一石先生交えて配信していきたいなと思いますし、今までの動画でもたくさんあるんで、はい、まずはみんな英語って伸びるんだよと、英語ちゃんとやれば成績上がるんだよってことをこの動画通して知ってほしいなと、はい、伸びますよ間違いないですよね、はい、それでね、あの英語の勉強法をまずスタートしてほしいなと思います、はい、一石先生今日いろいろ教えていただいてありがとうございました、ありがとうございました。今回は以上です。Thank you for watching our video. If you study English hard enough, I think anyone can master English. Make sure to give us the thumbs up and subscribe our channel.